はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッこです。それでは今回なんですけども、楽天ゴールドカードから通常カードに切り替えたらやるべく設定を解説ということで、今回は楽天カードについてですね。この動画では楽天カードの切り替えを行った方向けにやっておいた方がいい設定と、簡単なエリー残高の移行方法についてお伝えします。これからですね、楽天カードが届きますよっていう方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、いってみましょう はい、ということでね、あの、先日ちょっと動画にさせていただいた楽天カードが届かず問い合わせた結果ということで、まあ、元々ね、まあ、僕の動画を見ていただいている方ならご存知かと思うんですけども、楽天ゴールドカードから楽天通常カードに切り替えてたんですけども、なかなかちょっと届かなかったですよ、ということで色々経緯があったんですけども、それからですね、約一週間後、やっとこちらの封筒が届きました。結構思ったより早くてですね、かなりテンションが上がりました。で、封を開けたらですね、こんな風に冊子が 2枚紙が2枚と通常の楽天カードが無事に届きまして一応ですね流れをおさらいすると元々電話した時にはですね5月の19日に届くという予定だったんですよね僕が元々ですね楽天ゴールドカードから通常の楽天カードに切り替えることを web の申し込みを行ってまして電話の時にですね5月の19日に届きますよっていうことだったんですけどもあの時の動画からですねオペレーターさんがその場でも手続き切り替えて続きはできますよっていう風にアドバイスをいただいた のでこれが4月の24日の時にできるということだったんでそのままお願いをしましたでですね到着したのが約1週間後5月の1日に届いたのでまあ元々ねあのゴールデンウィーク挟んで遅くなるかもしれないということだったんですが早く届いて結構ほっとしております ま、県名についてはね、まあ、特に触れることはないんですけども、なんかちょっとだけこのロゴのところがね、変わってるかなっていう感じで、あとはゴールドから普通の通常カードに戻ったかなっていう感じです。で、早速ですね、今回の本題でもある楽天カードが届いたらやるべく設定ということで、まあ、僕の方でですね、ほんの一例を紹介したいと思います。これはね、まあ、新規で楽天カードが届いた方もま、参考になるかなと思いますので、見ていただければと思います。今回ピックアップしたのが大きく3つですね。 まず一つ目は、3D セキュアの設定、本人認証サービスっていうことでね、まあ、ちょくちょくね、僕の動画見ていただいている方であれば、なんとなく聞いたことがあるお名前の一つかなと思います。まあ、それがね、こちらのページを見ていただければわかります。本人認証サービス、3D セキュアということで、楽天カードではより安全にインターネットでお買い物できるよう、本人認証サービスのご登録を推奨しております。ご登録、利用は無料。楽天 E ナビからご登録をすぐにご利用いただけますということで、まあ、そもそもですね、この 3D セキュアなぜっていう風に思うかもし 知れないんでですすけどもこの通りですね本人認証サービスセリリセキュアとはインターネット上でお買い物をより安全に行うための追加認証サービスです。 クリストカード情報の盗用による成りすましなどの不正使用を未然に防止することができます。ご登録、ご利用は無料。楽天 E ナビから登録をすぐに利用いただけます。ということで、まあ簡単に言うとね、まあご自身の楽天カードのセキュリティを高めますよっていうふうに覚えていただければ大丈夫です。ちなみにですね、楽天ペイで楽天カードを利用される方はですね、この設定をしないと使うことができませんので、ぜひしていただければと思います。まあ基本的には楽天カードのどのブランドでも設定することができます。マスター、ビザ、JCB、アメックスということで、僕は今回 ね、JCB のブランドを使ってますので、これに該当するんですけども、まあ、設定方法簡単です。ここの、本人認証サービスを登録するっていうところですね、クリックすると、このような画面が出てきます。本人認証サービスの登録変更ということで、ちゃんとね、やり方もここに書いております。で、画面を進むともですね、ご自身の楽天カード、僕は JCB、楽天カードの番号が出てきて、ここで任意のパスワードを設定します。 半角英数記号4桁から20桁ということで、それぞれここも入力して、あとカード裏面のですね、下3桁のセキュリティコード、ここを入力して確認画面進むをタップします。そしたらですね、確認画面が出てきますので、これで登録するをクリックしていただくと、これでバッチリですね、本人認証サービスの登録受けたまりましたということで、これで設定がバッチリ完了となります。一応ですね、設定が完了したらおそらくメールが届いてますんで、そちらで確認をしていただければと思います。続きまして、こちら2つ目ですね。 じゃんということで、楽天の各サービス支払い設定ということで、まあね、結構楽天カードを使って楽天のいろんなサービス利用されてる方結構多いのかなと思います。まあほんの一例なんですけども、僕自身はこちらのまあ3つのサービスで楽天カードを使ってるので、まあサクサクっと支払いの情報とか変更してみたいと思うんですけども、一つ目は楽天ペイですね。楽天ペイまず開いていただいたら、ここの支払い元、今違うカード設定してるので、ビザという風に出てます。そしたらですね、お支払い元の設定の画面が出てくるんですけども、ちょっと 出てるんですがこの新しいカードを登録するをタップしていただいてそしたらですね新しいカードを登録っていう画面が出てくるのでこの真ん中のクレジットカード情報のところですね確認変更というところタップしていただくとまあ、登録画面が出てきますでもしですね以前の僕の場合楽天ゴールドカードを設定しているものがあったのでまあ、それをまずね情報を削除していただいてその後にここの新規カード情報の追加というところがあるのでこれをタップしていただくと登録画面が出てくるのでここで新 新しく届いたカードの情報を入力していただいて画面を下に下がっていただくと問題なければですね以下の規約に同意して入力内容を確認するをタップしますそしたらですねこのように楽天カード JCB が新たに登録されたのでこれで設定するをタップしていただければ楽天ペイの支払い元に楽天カードをセットすることができるということになりますで先ほどもお伝えしたようにここの部分を設定するためには必ず 3D セキュアの設定が必要となりますのでそこを先にね行っていただければと思いますで続きまして楽天証券です 楽天使用券も同じようにクレジットカード情報を変更するんですけども、パソコンの画面から入っていただくときは、右上の前メニューから入って基本情報、そして申し込みが必要なお取引っていう項目があるので、そこで楽天カードクレジット決済っていうところがあるので、そこから編集をしていただきます。で、うまく進むとですね、こういった画面が出てくるので、もしね、楽天カードで投資に積み立てとか引き落とし設定をされている方はですね、ここから変更の設定をしていただければ、切り替えることができます。でですね、念のため、FAQ も載って ておりまして、投資に積み立てで登録している楽天カードの切り替え、カードの有効期限が切れた場合に何か手続き必要ですか？っていう風な faq がありました。ご丁寧にちゃんとね。答えも出ておりまして、楽天カードのブランド変更、visa JCB など紛失盗難等による。再発行などの場合は毎月12日までに。 お客様ご自身で楽天カード情報の変更登録を行っていただく必要がありますと。で、クレジットカードでの決済の申し込みは変更の締め切りは毎月12日となり、毎月13から15日頃にご登録いただいたカードの認証を行いますということでしたので、今回ですね、僕は今この動画を撮ってるのが5月3日なので、まあまあ間に合ってよかったなっていうところではあります。なのでね、もし楽天証券で楽天カード決済をされてる方はですね、ちょっとここら辺が注意点の一つかなと。まあ いただいてたのもあるのでもしそういった設定をされている方はですね注意した上で切り替えを行うがいいかなと思います後々ちょっと僕も知ったのでちょっとほっとしたところではありますそして3つ目のね楽天モバイルの場合間違えた楽天モバイルの場合の設定なんですけどもこちらも僕パソコンの画面から入りましたマイ楽天モバイルっていうところがあるんでそこからログインをして右上の3本線のところがあるのでそこをタップすると利用料金という項目が出てきますでそこからですねご登録の支払い情報という項目があるのでそこから設定 っていうのをですね、タップすると、こういった画面が出てきます。支払い情報という項目があるので、あとはここの変更するっていう項目があるので、ここから僕の場合は楽天ゴールドカードから楽天、通常の楽天カードに切り替えたら、これで設定が完了ということになります。この動画を撮る前にですね、ギリギリ思い出したので、もしお金が発生した場合はですね、うまく支払いができなかったっていうこともあるかもしれないので、ここはちょっと見落としそうでしたね。ということで最後3つ目なんですけども、 こちら、エディ残高の移行ということで、2ッっていう風に出ております。まあ、なんで2位っていう風に記載したのかっていうと、もともとね、この楽天ゴールドカード前回問い合わせた時にも、あの、教えていただいたんですが、一応、エディはプリペイドカードになるみたいなので、このままでも楽天ゴールドカードのままでも利用は可能という風に教えていただきました。まあ、ですけどね、今回は残高の移行ちょっと僕もやったことがないので、ちょっと実際やってみようかなということで、トライしていこうかなという風に思います。まあ、こちらのやり方もね、前回の動画から、 視聴者さんから教えていただきまして、まあ、やり方としたら3つ方法があるみたいです。楽天エディリーダーまたはフェリカポートパソリっていうんですかね。 楽天エディアプリ、ファミポート。この大きく3つに分かれるということなんですけども、僕もですね、楽天エディリーダーっていうか、ここのあの、黒い端末、ちょっと名前がこのフェリカポートっていうんですかね。これは一応持ってるんですけども、なんかちょっとやり方を見た時に、いろいろちょっと面倒くさそうだなと思ったので、これちょっとパスしまして、楽天エディアプリに関しては、おそらくこれ Android だけみたいなので、僕は iPhone などでちょっとできないっぽいんですよ。ですけども、今回ファミポートのですね、やり方を見たら結構簡単そうだったので、これを実際にね、ちょっとトライしてきました。 で、まずはね、ファミリーマート行きまして、その時にですね、今回切り替えたカードと、前の楽天ゴールドカードを準備していただきます。で、この選ぶメニュー画面から右上にですね、金融サービス国際送金という項目に楽天エディってちょっと出てるので、これをですね、タッチしていただくと、画面が切り替わって色々選ぶ項目あるんですが、ここにですね、楽天エディというところがあるので、ここをタッチします。そしたらですね、一番右に楽天カード、楽天エディ機能付き、楽天カード向けサービスということがあるので、ここにちょっとですね、 残高以降って出てるんで、ここをタッチします。一番右にも残高以降、旧カードから新カードって出てるんで、これをタッチします。 そしたら一応ですね、旧カードから新カードに移行するときの注意点なのが出てるんで、問題なければ右下の OK をタッチします。そしたらですね、新カードを読み取り機にセットしてくださいと出てるんで、これを OK をタッチしていただくと、左下にですね、IC カードリーダーがあるので、ここで自分の、まずは新カードをタッチしていただきます。そしたらですね、うまくできると、次に旧カードの読み取りも行ってくださいということでしたので、この時2番目に、もともと使ってた楽天ゴールドカードをここでかざしていただきます。で、最後に、 もう一回ですね、新しいカードをまた読み込んでくださいということだったんで、もう一回ね、新しい楽天カードの方を読み込んでいただいたら、最後にこのような確認画面が出てきます。旧カード、ここにカード番号が出て、残高から新カード、残高5637円。これを移いしますよということで、これチャリーンっていう風に確かになったような気がするので、そこまでできれば大丈夫です。まあ、ちょっとね、画面がちょっと反射してて見えなくて申し訳ないんですけども、一応公式ページリンク貼っておきますんで、そちらも結構参考にしていただければと思います。 ということで本日お伝えしたことのまとめです。これは楽天カードが届いたら行う設定ということで 3D セキュアの設定。これはね、一応楽天カード側も推奨している設定とはなってますので、ぜひまだされてない方、 切り替えとか関係ななしまだ楽天カード持っててるけど設定されてない方はで、すすねこれれを機に設定していいただければと思いますで二つ目は、これは切り替えされた方向けかなと思うんですけども、各サービスの支払い設定ということで、まあ、楽天カードのね、今回番号が切り替わってるんで、他の楽天のサービスでもうまく決済ができない場合が出てくるかもしれないので、ここはね、支払いの設定を行っていただくことをお勧めします。そして楽天エディさんの中の移行なんですけども、これは任意ということで、もちろんね、楽天ゴールドカードのままエディとして使うことも できるんですけどもまあ、僕の場合はねぶっちゃけこの楽天ゴールドカードをもうそのままね使わなくなったら破棄するかもしれないという可能性も考えたので今回は残高の移行という手続きを取らせていただきましたまあねもろもろ今今回お伝えした内容ねちょっと面倒くさそうに思うかもしれないんですけどもまあそれを踏まえての結論ですねまあ少し手間がかかるけどすぐにやっちゃいましょうということですね <laughs> まあ僕もね、今回、楽天カードの切り替えっていうのは初めてだったんですけども、やっぱりカード番号が変わったりとかすると、色々ちょっと面倒くさいところあるかもしれないんですが、もし設定とかしなかった場合、まあ支払いが届こうったりするとね、何かしらちょっと面倒くさいこともあるかもしれないので、とりあえずね、届いたらすぐ、こういった設定とかをしていただくことを僕はかなり推奨します。まあそもそもね、まだ楽天カードが届いてないということもあるかもしれないんですが、まあその場合はね、確認のため問い合わせることもお勧めします。まあそんなこんなで今回は楽天ゴールドカードから 楽天通常カードが届いいたらやってておくべき設定について簡単ではありまししたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、今回はね、楽天ゴールドカードの規約、まあサービスの改定があったことによって、僕は通常の楽天カードに戻したっていうのはあるんですけども、まあ今後ね、まあ楽天のサービスをさらにちょっと活用しようかなっていう時は、もしかしたらね、また楽天のプレミアムカードとか、まあそういったアップグレードもちょっと考えようかなというふうに思っております。まあけどね、今現在は年会費無料だし、この楽天通常カードでもかなりね、幅広く利用はできるので、今のところは とりあえずね、このまま利用していこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいた参考にした 3D セキュアのリンクとか、エリーザン中の移行についてのリンクも概要欄に貼っておきますんで、参考にされる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。カード